おはようございます、おはようございます、ヘルチャンネルの時間でございますよ。さあ今日はですね、 V ストローム250にまたがりまして、また町の方、証拠りもなくですね、また町の方面にですね向かっていきたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ただいまの時刻9時49分になりました。今ですね、異変が起こりました。なんか面白くないなみたいなどうなってんだ、やっぱりだ、なんだろう、回送路を走っていないと面白くないんだなっていうことをですね、いつもながらですね感じるというわけでございます。でもね、もうちょっと行ってみるよ。今日はこの面白くない先にですね、面白さがですねあるかもしれないというわけでございますので、そのまま進みます。ド渋滞です、ド渋滞になっちゃって、こりゃ思うんですけど、街中ばっかり走る方はですね、ギア付きじゃなくてスクーターの方がいいな。これがですね、めんどくさいんじゃないんですよ。クラッチ握ったりとかギアチェンジしたりっていうのがですね、やっぱりこれ油温が上がってからですね、シフトフィーリングがすげえ悪くなってるなっていうところを感じてるんで、シフトフィーリングを感じないスクーターの方がですね、ド渋滞の中ばっかり走るんだったらそっちの方がいいなっていうところをですね今思っております。だいぶシフトフィーリング悪いな、やっぱり。事故してからなんか車線塞いでるな。ほら、そこ止まっとるわ。もういらんところで事故してからにというわけでございまして、ようやくですね、流れるものと思われます。おお、あら、いけんじゃん。まあ、いけんじゃん、みたいなことをですね、思うわけでございます。よし、オッケー。これをまっすぐ突き進んだら、広島市内ど真ん中でコンビニエンスストアすらない状況に陥ってしまうので、右折します。コンビニで休憩したい。そんなわけでございまして、何の風情もないですね、ファミリーマートに来てしまいました。いやー、今のところですね、もう地獄以外の何もんでもないそんな感じになっております。ほいで、せっかくもうここまで来たというわけでございますので、この近くにですね、シール屋さん、知り合いのシール屋さんがいるんですよ。だからね、ピエール産業のシールの見積もりでもですね、取りに行こうかなっていうふうにですね思います。高かったら作らないけどね、安かったらちょっと考えようかなって思います。そんなわけでございまして、シールの見積もりを取りに行こうかなと思ってるんですけど、大津さん、新しい会社じゃないですか。信用性がですねまだゼロだというわけでございますので、そのシール屋さんに対してですね、やってくれるのかどうかっていうのをですね確認してから、見積もり依頼はですねメールでやりたいと思います。よしよし、来た来た。ほいじゃ、ちょっとですね、見積もりじゃないんですけど、取引できるかどうか確認いたします。いやいや、取引できますな。こら、家帰ったらですね、デザイン早速起こして、見積もりをですね、取ってみたいと思います。竜王公園、こっち登ってからですね、帰ります。よっからちょっと、もう街中走るのは嫌だ。お腹いっぱいでございます。そんなわけでございまして、竜王公園の方に向かって走ってるんですけど、ここ、あれかな、オートバイ大丈夫かな。以前ですね、この竜王公園の今から走るところはですね、オートバイがですね、あ、ローリング走行禁止ってから書いてあるな。あ、なんか書いてあるぞ。ちょ。二輪は、10時から翌朝の6時まではダメというわけでございますので、今は走ってもいいみたいでございます。そうなんだよ。ここすげーローリング族がですね、走り回り上げていたところというわけでございます。ね。まあ、なんとなくわかる気もするんですよ。確かにここは。やりませんよ。やりませんよ。でもね、こうやって、楽しいな。確かに楽しいんですけど、ああ、バイク走ってるね。大丈夫でございます。よっこらショット。はい、よっこらショット。わ、楽しいな。ダメよ、やっちゃ。時代が時代でございますのでね、もうオートバイなんかですね、全然ですね、走っていないなっていうところをですね、感じまして、竜王公園のところの峠道を駆け上がって、今から下っていきます。そうそう。これをですね、左に曲がらないといけないんですけど、おじさん、ちょっとまっすぐ行ってみよう。
過去に1回か2回ぐらいですね、これ登っていったことがあるんですけど、全く記憶に残っていないというわけでございますので、ちょっとねこっち行ってみます。いやいや、それにしてもですね、オートバイを乗るんだったらこういう道がですねいいなっていうところ、街中はツーリングコースに選んじゃいけんよっていうところをですね今強く痛感しております。そしていよいよ建物が一切なくなってきました。本当に車とですね全くすれ違わないです。でも対向車線はですね割らないように、あ、これ頂上だな、全然眺めなんかこれは眺めを楽しむようなところではございません。倒木注意とか落石注意とかですねいろんな看板が立っておりましたが、今度はですね下っていきます。ゆっくりゆっくり、道がほいでもうボコボコじゃないか。いや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 、どうかなどうかな、県道何号線っていう看板も立ってないな。これ一体な何号線なんかな、国道じゃないね、絶対これは県道よ。建物があるな。ああすごいすごいすごい、なんだここ、あ、はあはあ、ここに出てくるんか。分かったわ、なるほどな、あれだ、広島市立大学っていうのかな、広島市立大学っていうのかな、あっこら辺のところに出てきました。つまりだ、ここは広島市は安佐南区沼田町っていうところまでですね、よいしょ沼田町っていうところまで来たんですけど、そしたら小津さんがですね行きつけのまたお店があるんですけどね、やっぱり胃がやられてるんで今日はやめとこう。ちょっとここの部分はですねメンバーさんにですね、メンバーさんはですね分かっていただけると思うんですけど、三菱団地を越えまして、看板見えてきましたですよ、お食事処タコツボさんでございます。タコツボさんよ、ちょっと止まろうか、左ウインカーをつけましてですね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ここよ、意外と車止まってるないうところがですね、これよ、これがですねタコツボさんでございます。はい、メンバーさんこれです。寄らないぞ、暑さで胃がやられてるから寄らないぞ、若かったら行くんですけどね、もう和光ないですからね。なおかつだ、山陽自動車道から帰ろうとしてるぞこの人右折いたしまして、あれなんだよ、スマートインターチェンジいうのがあるじゃないですか、あれに乗って帰ります。ほいでもってこれを間違えたら大変なことになるんだよな。北九州方面は直進、いやいや今日は北九州方面はですね行かないからここで曲がるというわけでございます。こんにちは。さてさて、そんなわけでございまして、今日はですね広島市内に行ってみてですね、結局何やったのかって言ったらですね、シールドが見積もりが取れるのかどうか、取引が可能かどうかっていうですね、そういうところがですねメインの動画になってしまったなっていうふうにですね思います。セカンドチャンネルだからね、ファーストチャンネルだったらこれ ないんですけど、いいんだよこれで、これがですねセカンドチャンネルのですね持ち味だというわけでございます。そして今何感じてるのかって言ったらですね、あー気持ちがいいあー気持ちがいい高速道路みたいなことをですね思いながら走っております。広島東インターチェンジまで帰ってまいりました。こちらから山陽自動車道を離脱いたします。 ETC 専用、 ETC 専用、さあ車専用じゃございませんですよ。おいくら万元でございますですか。420円です。割引は聞いていません。パトカーが走ってきてるな、大丈夫か君、職務質問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 はないけど減速している、大丈夫か、大丈夫ね、行ったね。というわけでございましてですね、今日は V ストローム250に乗りまして広島市内に行って、結局何しに行ったかって言ったらシールの見積もりをしてきましたっていうですね、そういう動画をお届けいたしました。ではでは。